ゃあ今日は医療知識、日本の精神医療についてご紹介したいと思います。精神領域の、話題といえばそれですね、精神疾患、例えばうつ病なんかが思いつきます。うつ病っていうともう日本の国民誰でもなるっていうようなすごく身近な病気っていう気がするんですけど、精神領域のその医療ケア、それ自体はほとんどまだ一般的には知られてないような気がするんですが、例えば日本のその医療ケア、精神領域の医療ケアの特質、特徴っていうのはどんなことがあるんですか？はい、ですね、日本の、精神医療の現場では、入院した場合に比較的入院期間が長くなる傾向にあります。それは外国と比較した場合なんですね。はい、そうです。結構長くなってしまうことが多いです。ということは、その何週間とかじゃなくて何ヶ月何年っていう単位ですか？そうですね。人によれば、短い期間ではなく、例えば1年以上であったりとか、10年とか、すごい長い間入院されている方もいて、なかなか社会からちょっと遠ざかってしまうというか、なかなか社会に戻ることが難しい状態になってしまう方もいらっしゃいますね。で、もう一つは、薬の方の処方なんですけども、こちらが結構海外に比べてたくさん量を処方されることが多くて、精神病の患者さんはこの副作用に結構苦しめられているんですね。例えば、ジストニア、手が震える症状が出たりします。で、そのためにまたそのジストニア、手が震えるっていうのを抑えるためにさらに薬を追加で処方されてしまいます。なのでどんどん薬が増えてしまいますね。体自体にも負担がかかりますね。そうですね、内臓の方にも随分負担がかかってきます。で、あ、体重増加っていうのもあるんですか？あります。実は精神科のお薬っていうのは、食べても食べてもちょっと食欲が満たされないような症状が出てしまうことがあって、なのでそういった精神科のお薬を飲んでる方は結構体重増加に悩まされています。あとはそうですね、カウンセリングを受ける機会が意外と少ないです、日本の場合は。というのは精神科医はたくさん、いるんですけども、カウンセラーさんっていうのが実は日本ではかなり不足していまして、なので患者さんはどちらかというとカウンセリングはなかなか受ける機会がなくて、薬だけ飲んでいるっていう状況が多いです。